どうも、諸星でございます。本日ご紹介するのはこちら、 VFC のガス風呂枠 LAR でございます。はい、この銃ですね、 LAR というんですけども、こちらね、ライトオートマチックライフルの頭文字を取って LAR でございます。何のこっちゃと思われる方もいらっしゃるかと思うんですけども、このフランス語読みのですね、頭文字を取ると FAL ファルになるわけでございますね。そうするとこの銃、あ、なるほどってなる方もいっぱいいらっしゃるんじゃないかなと思います。FN のファルといえばですね、1950年代に開発されまして、カナダ軍を皮切りにですね、西側各国に採用されたことでも有名な銃でございます。いろんなバリエーションがございましてね、あのイギリス軍が採用した L1A1 なんて有名ですよね。ここにスリットが入ったりとかですね、セミオートオンリーになってたりとか、そういったバリエーションがいっぱいあったんですけども、この銃がどれだけ普及したかっていう逸話でですね、フォークランド紛争の際にアルゼンチン軍とイギリス軍どちらもこちらのね、ファルを使っていた、そんな逸話が残されているぐらいの傑作バトルライフルでございます。ということでございますね、日本国内でも非常にファンが多くですね、昔からこれエアガンで、再現されてましたよね。その決定版ともいえるこちらの、ガスブローバックのライフルでございます。それでは外観見ていきましょう。はい、こちらが LAR のフロント周りでございます。このハイダーでかいですよね。 M4 より、ね、全然大きいです。さすがは、ね、308ナトー弾を使用するバトルライフルといった感じでしょうか。どれぐらいかちょっと長さ見てみましょう。お、80ミリ超えてますね。いや、これはね、かなり大きいです。こちらのアウターバレルも金属製となっております。やっぱね、かなりがっちりできておりますよね。ここのね、スリングスイベルもお、がっちりしてますね。これもね、あ、左右にちょっと動くんだな。でも作りはね、かなりお、がっちりしておりますね。こちらのフロントサイト周りも、金属製のしっかりした作りとなっております。このモデル、実銃がね、ガスオペレーション、ガスピストン方式なんですけども、ここのね、このノブを押してこうくるっと回すとですね、なんとガスピストンがこれ再現されてるんですよ。すごくないですかこれ。いやー、すごい。なんかここのね、作り込みの凄さだけでもね、この気合を感じますね。ちゃんと中にスプリング入ってますしね。いや、すごいな。ただのガスガンなのに、これだけなんか見るとモデルガンみたいな感じですね。これを90度回した状態で入れて、よいしょ、よいしょと、はい、これでガッチリロックです。かっこいい。今回ご紹介しておりますこちらの LAR はですね、ジャパンバージョンとなっておりまして、パワー等がね、日本の国内規制に準ずるようになっております。で、このモデル、ハンドガードと、ピストルグリップ、それからストックが樹脂でできているんですけども、このね、テラッとした樹脂のこの感じ、いかにも樹脂を使い始めてまだ間もない頃の銃という感じがしてですね、非常にいいですね。まだサンドブラストとかね、そういうこともされてないこのテラッとした感じがですね、いかにも1950年代60年代の運用銃だなと、そういう感じがいたします。握った感じもね、結構ね、握り心地が良くてですね、構えやすい、そんなハンドガードですね。こちらのボルトハンドルと、それからこのキャリングハンドル、こちらも樹脂製ですね。マガジン後方にあるこのレバー、これがボルトキャッチとなっております。交代位置でね、ボルトを止めることができるレバーとなっております。こちらのリアサイト、シンプルなピープサイトとなっております。上下調整が可能となっているんですけども、このボタンを押し込むことによって、リアサイト全体を前進させて、それで高さを変えるというシステムになっております。で、ここに、距離のマーキングがされておりまして、その応じたポジションでですね、止まるというところも再現されております。こちらがレシーバーの右面になりますね。こちらがね、ここにエジェクションポートがあったりとか、あとね、マガジンキャッチがこちらにございます。ここですね。はい。で、実際動かしてみると、これをこう握り込みながら前にぐるっと回すと、こういう形ですね。で、装着するときもまずは前を引っ掛けて後ろをロックさせるという、まあ AK みたいな感じですね。こちらのグリップ、ちょっとこのシルエット見たことあるなって方もいらっしゃるんじゃないかと思いますが、いまだにミニミとかでも見られるスタイルですね。ここにこうスリットが入るとミニミっぽくなるグリップですね。これね、かなり傾斜がついててですね、なんかちょっとね、面白い感じですね。構え方としては肘を開いた構え方に適したアングルじゃないかなというふうに思います。またね、このね、トリガーの感触とかもね、すごい硬質感があってね、いや、さすがバトルライフルっていう感じですね。で、キャリングハンドル、これがですね、ちょうど銃の真ん中ぐらいについてるんですけども、持ち上げてみるとですね、少しフロントヘビーな感じなんですよ。
これね、おそらく実銃もこっちのね重心がすごくいい金属を使ってるとか、あとねここら辺のねあのピストンシステムが入ってるから前の方がね少し重くなってるんじゃないかと思います。それに対して後ろはね、軽量な、樹脂製のストックだったりとか、この中もねあのでかいボルトは入っていますけど、その他はねあんまり入ってないスカスカですから、言ってみれば。なのでね少しこのねフロントヘビーになってる感じもねすごくリアルでいいですね。ストックは全体が樹脂で作られております。このねバットプレートもねちょっとゴムっぽい感じなんですけども、こちらも樹脂でできております。シルエットとしてはですね、さすが1950年代の、バトルライフルという感じですね。ここの直重症、これね重心の軸線とねここのね線がね合ってるやつを直重症って言うんですけどね、そのデザインがねこうバキッとなされた、もうまさにバトルライフルの教科書的存在と言えるんじゃないでしょうか。あとここにねスリングスイベルがあります。ホップの調整はここです。マガジンハウジング前方にあるこのマイナスのネジですね、締め込むことによってホップが強くなり、緩めるとホップが弱くなるという形になっております。こちらがセレクターとなっております。今ね、セーフポジションに入っておりますが、1個下の R がですねセミオートポジションというふうになります。フルオートにする際は、さなりこれを回して、はい、ここでフルオートポジションとなりますね。いやこれね正直かなり硬いんですけど、これもまたねバトルライフル前としてて非常にいいですね。このねフルに入れるのにねぐるんと回さなきゃいけないっていうのもね非常にバトルライフル的な感じですね。ではねこのマガジンが入っていない状態でちょっとねこのトリガーのフィーリングをチェックしてみましょう。R ポジションでトリガーを引いてみます。お、ここで視野にかかって、おいいですね。この最後バチンと落ちる感じがですね、とてもいいですね。で視野にかかってからこの、ね、本引きがね結構あるんですよ。で後ろ行き切った時にバチンと落ちる感じがまたいいですね。そしてこのノッカーの出具合すごいですね。これボルト引っ張るとねノッカーも引っ込みますね。ちょっとやってみましょう。というね今のボルトの音も聞きました。この音やばいですね。これだけでもねちょっと半日ぐらいは全然楽しめそうです。ではトリガープロを計測してみましょう。おお、2.197kg ですね。イメージよりはなんかだいぶ軽い感じですね。もっとね重てんじゃないかみたいな感じがありましたけどもね。でもね非常にフィーリングのいいトリガーですね。ではこのセレクターの後方このレバーなんですが、これを引くとですね、テイクダウンすることが可能でございます。このレシーバーはですねここのトップカバーと、アップロアレシーバー、それからロアレシーバーの3ピース構造となっておりまして、これを引くことによってここのロアレシーバーとアッパーレシーバーが分割されます。では実際にね、この銃テイクダウンしてみましょう。じゃあまずはこのレバーをね後方にこうグッと、後方にグッと、後方にグッ、よしよしよし取れた。かなり硬いです。かなり硬いレバーを動かすと、ここまでですねレシーバーが開きます。でトップカバーを外してみましょう。後方に引き抜く形となります。はい、そうするとねボルトがあらわになるんですけども、ここにね樹脂製パーツが入ってるんですが、これおそらくですねバッファー、ボルトの動きを規制するバッファーじゃないかなと思います。これを外すとボルトがフルストロークで動くっていうことなのかな。はい、ボルトも抜いてみましょう。すごいでっかいボルトですね。これが打つたびガコンガコン動くわけですね。これはかなりのリコイルが期待できそうです。ではこちらのねボルトキャリアの重量測ってみましょう。乗せてみます。 282g、 これはちょっと他社のボルトでは考えられないぐらいのボルトキャリアの重さですね。ついでにこちらのマガジンの重さも計測してみます。これね見た目でっかいんですけども持ってみるとそんなに重くないんですよね。はい、あ、400g ぴったりですね。長物のマガジンとしてはかなり軽量の部類に入るんじゃないでしょうか。では空マガジンを含めた全体の重量を測ってみましょう。お、3624g、 全長1メートルクラスのバトルライフルとしては軽量な方なんじゃないでしょうか。うん、実際のところで持ってみるとさほど重さを感じないというかですね、バランスの良さもあってかとても扱いやすいモデルでございます。
こちらがマガジンとなっております。外装はね金属製となっておりまして、こちらのねボトムのプレートは別パーツとなっておりますね。で、あこんなところのねリブまで再現してますね。で後ろ側に注入バルブと、あとこれがノッカーが叩く放出バルブですね。で上のね部分、この部分がですね樹脂ですね、樹脂の一体成形となっております。で装弾数はね実銃と同じく20発ということになっておりますね。でここにあるスイッチはこれねボルトストップのキャンセルスイッチですね。これ今ボルトストップが作動する方になっております。これを後ろに下げるとボルトストップの稼働がキャンセルされるというスイッチになっております。はい、ではね弾を入れてみたいと思います。このねガス風呂用のアダプターを使って入れてみましょう。お、入った。1回2回3、4、5回。うん、あこれ以上入らないですね。はい、バッチリ20発装填できました。はい、ではガスも入れていきましょう。よいしょ。かなり入っていく感じだな。はい、ではこれで、ガスと玉が入りました。今ねガス入れてみたんですけども、かなりね満タンになった時にこうチューってちょっと戻ってくるのはですねちゃんと聞こえて、海外製のマガジンにしてはねかなり、ガスの、ね、満タンが分かりやすかったですね。はい、それでは初速を計測してみます。ただいまの気温は 26.8 度、湿度は 52%、 使用する BB 弾は、東京マルイのバイオ 0.2 グラム弾を使用いたします。それでは行ってみましょう。 64.15、 65.89、 64.06、 61.42、 57.78。はい、外にやってまいりました。まだまだ残暑が厳しいこの季節、ガスガンにとってはですね、まだまだいいコンディションだと思います。それでは打ってみましょう。ん、うおうわ、すごい、このリコイル感がね硬いっすね。ガツガツくる。おお、全然20メートルぐらいだったら全然使えそうですね。ちょっとフルも打っちゃいましょうか。ガチッと、はい、フルに入れてみました。やべえ楽しい。楽しい、これ、いやすごいですね。フロンでよくぞここまで動きますね。いやね、フィーリングもかなりガツンガツンガツンって感じでですね、もういかにもねバトルライフル撃ってますよって感じですね。ちょっと他社のねガスブローバックの長物とはちょっと一線を画する感じですね。ただいま全弾撃ち尽くしました。そうするとね、こういうポジションで、ボルトがストップするんですね。この状態だと、セレクターがね、入っていてもトリガー引いても何も起きません。で、これをねマガジンを抜くとボルトが前進すると、そういう形になっておりますね。先ほどより少しホップを強くいたしました。距離は 20m、 マンターゲットを狙っていきます。というわけで、実際外で撃ってみました。いやね、とにかくリコイルがすごいです。もうガツンガツンガツン、フルに入れるとダダ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 っていう感じですね。まさにねバトルライフルというその名にふさわしい作動を見せてくれました。で、ホップを調整するとね割と30メートルとかでも実用域に入るのではないかなという
実射性能でしたね。ただやっぱりフロートで撃つとリコイルが強いんで弾がやっぱこうあちゃこちゃにいっちゃうってことと、ちょっとねこのアルミ製のマガジンが冷えやすいかなという感じはいたしました。ただねアルミ製ということは、冷えやすいとも言えるんですが、その分温めやすいとも言えますんで、少しねインターバル作ってあげて撃ってあげればいいんじゃないかなというふうに思います。そしてねこの存在感というかこの出来の良さですよ。もう全くねあのギチギチしたりとかしませんもんね。まあハンドガードは多少キチキチ言うんですけども、そういうことじゃなくて全体のこの剛性感とかね、そういったところ、十数年前に、世に出ていたファルをご存知の方、ちょっとねこれね見てみてもらいたいです。全然違います。これぞまさにまさにという出来栄えでございますね。もうねこのスタイルが好きという方、買って後悔することはまずないでしょう。見た目の良さはもちろんなんですけども、作動させた時のフィーリング、トリガーのフィーリング、そういったところもですね、すごく本物を想起させてくれる、そんな要素がいっぱい詰まっております。いやーこれちょっといいですね。またガス風呂ってのがいいですよね。打つ時のねこうガツガツ感、もう本当ねこれはね体験してほしいです。かなりの作動性能を誇っておりますんでね、この銃あんまり興味なくてもガス風呂を好きな方一回試してみてください。